はい、ご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、私が前に住んでいた伊豆国の岡村というところは、ゆずの地元というところで、ゆずスポットと言われるところがいっぱいあるので、そちらの方をちょっと紹介していきたいなと思います。ではよろしくお願いします。はい、お手がつしです。今日は僕を住んでる上大岡の近くがゆずの地元ということで、そのゆずの地元を巡るツアーをしていきたいと思います。お願いします。こちらのオリオンスポーツさんで、こちらの岡村ゆずマップの方を受け取ることができます。ただこちらショップの方で何か買ったら、こちらマップもらえるので、お立ち寄りの方はぜひ何か購入していってください。はい、こちらがゆずのお二人が通ってた岡村中学校前になります。はい、ここは横浜市立岡村中学校。もう桜も咲いております。はい、こちら岡村町ゆずの地元になります。この上が横浜学園の中学校と高校があります。こちらが岡村天満宮入り口の鳥居になります。ここから入っていきたいと思います。はい、こちらが岡村天満宮の、敷地内です。ゆずの壁画の方が置いてありますね。こちらになります。はい、まあ、これよりしんどいところありますよけど、ね、そうですね。箱根の強羅にこの間までいたから。はい、あ、そんな箱根の坂ほどではないと。強羅、ね、は結構きつかったな。あれコンビニ行くのも、はい、何でしたですよね。まあ、ちなみに岡村天満宮、こちら見ての通り割と坂の上にあります。こちらですね、坂の途中に左に曲がると取り合って、ここさらに登っていきます。はい、岡村天満宮出てまたこちら坂を登っていくんですけど、この岡村っていう、伊豆国の岡村っていう地形はすごく坂が多いところです。これだけ登ってきたんですけど、まだまだ登ります。岡村小学校まだ上です。この階段の上に岡村小学校あるんですけど、ここが100段になってるようです。ここはちょうど10段目です。ここからまた上がっていきたいと思います。はい、全部登り終えて、ここがちょうど100段目になっております。こんだけ登ってきました。で、こちらが岡村小学校になります。はい、こちらが横浜市立岡村小学校になります。いや、すごい高いところにありますね。これは毎日通学してたら本当子供たちの足腰が鍛えられてしまいますわ。この長い長い下り坂を、ここか。はい、ここがゆずゆかりの地、とんかつ桜井さんになります。こちらでこのスタンプラリーももらえます。こんな感じで、すごい美味しそうですね。よいしょ、ちょっと看板とかもあって、ここにはゆずメニューみたいなのもあるそうです。ちょっとお昼食べちゃったんで今度行きたいなと思います。はい、この生見幼稚園が、岩沢さんが卒園したところのようです。こちらが、ゆずの岩沢さんのご実家と言われている岩沢接骨院、岩沢道場でございます。さっきの幼稚園の本当にすぐそばです。近くにあります。はい、以上で、簡単ではありますが、ゆずの地元である伊豆国の岡村の方を紹介させていただきました。最後はですね、こちら岡村天満宮の敷地内にあった、ピカチュウの画像でお別れしたいと思います。それではありがとうございました。またご視聴ください。